国立国校研究所の横山でございます。よろしくお願いいたします。えー、今日のお話はここに書いてある3つのポイントです。えー、日本の水人男女を対象にした全国規模の読み書き能力調査というのはあこれまで、えー、と1回だけ行われています。えー、それはあの第二次世界大戦後のアメリカの占領政策のもと1948年に実施されたものです。で、その調査の報告書は1951年に 出版されましたけれども、その報告書はですね、日本人の読み書き能力は極めて高く、世界トップクラス、トップレベルだという常識の科学的根拠だというふうにされてきました。多くの学術論文にそういうふうに書かれているんですけれども、その常識は少し考え直す必要があるかもしれないということです。でその常識を再検討するにあたって えー、この1951年の報告書並びにその関連資料を、えー、研究者、または一般の人がですね、いつでも簡単に閲覧できるような環境整備が必要であろうと、えー、すなわちオープンサイエンスの推進が重要だということを申したいと思います。今日の発表の出典はこちら側の学術論文になります。えー、それではですね、あのー、先ほど SDGs の話が出ましたけれども、えー、実はその、 SDGs に読み書き能力というのがすごく重要だあの深い関連があるということをこれから NHK の公式 YouTube 映像あの1分間だけ流しますので、えー、お聞きください。目標4質の高い教育をみんなに SDGs というと、まあ、地球環境、物的な環境の話がよく出てきますけれども、このように文化とか教育、それが目標4という比較的早い順番で出てきます。では、あの今日の話の本質、入っていきたいと思います。日本人の読み書き能力1948年調査っていうのは、GHQ の提案によって実施されたものです。 これは GHQ の占領期の略年表になりますが、こちらが政治、経済、社会、こちらが教育、言語政策です。1945年に終戦を迎え、1946年の3月に第一次米国教育施設団法が日本にやってきました。これれはマッカーサーサが招聘したもものですけれども えー、その報告書が出ましたでその第2章にローマ字を日本語はまああの漢字を廃止してローマ字にした方がいいんじゃないですかというふうな勧告、まあ、が出てるわけです。でその1週間後にマッカーサーがその報告書に対して声明を出していましてそれは後でまた少し触れます。で、えーまあ、この教育施設案報告書が、まあ、あのきっかけになりまして1948年の8月。 に読み書き能力調査を実施しましまたでこの読み書き能力調査に参加した研究者の多くがその年の12月20日に国立国語研究所が創立されましてその創立期を支えていったということになりますで報告書自体は1948年の読み書き能力の調査の報告書自体は1951年の4月に東京大学出版部から出版されました。 えー、これがあの第一教育施設団報告書に関する説明ですけれども、えー、この教育施設団報告書っていうのは日本の現在の教育制度の根幹あ骨格出発点となっています。でこれは GHQ の民間情報教育局 CIE というところの提案によって、えーまあ、先ほどの教育施設団報告書には ローマ字化日本語はローマ字化した方がいいんじゃないでしょうかという韓国も出ていましたので、えー、まあその調査を科学的に調査してみようと、日本人の読み書き能力はどれぐらいなのかを科学的に調査してみようという、まあ、そういういことになります、えー、この調査自体はですね、えー、GHQ が作成した調査の計画書というものがありまして、リテラシー・リサーチ・プログラムというものがあります。えー、その現物 とそれからマイクロフィッシュはあの、マイクロフィッシュは国立国会図書館から、それから現物も国こ,こ研究所に保存されています。で、国こ,こ研究所に保存されている現物の画像データがここにありますけれども、こういうふうな英文になっています。えーまあ、今日はその細かいところは飛ばしていきます。で、えー、和文の,あの翻訳もあります。で、えー、 まあ、日本人の読み書き能力1948年調査と、それから第一次米国教育施設団報告書との関係については、えー、文化庁が編纂した、あこのこちらのおところの第4章国交改革の実,実行あたりに非常にあのうまくまとめられています。えー、であの、ちなみにですね、えっと、アメリカ教育施設団報告書。 まあ、米国教育施設団報告書と、まあ、両方を使い分けてますけれども、同じことです。うそれにつきましてはですね、あのーまあ、こういうふうなことが書かれています。うまあ、その教育施設団報告書の第2章に、えー、国語の改革というものがあったんですけれども、国語の改革に関する勧告の中には、あまりにも遠大であって、長期間の研究と今後の計画に資する。 あ、関する指針として役立ち得るに過ぎないものもあろうというふうなまあそういう一説があって、えー、まあ JHQ のまあ特にマッカーサーの声明ですから、マッカーサーとしてはちょっとあのうん国交の改革には消極的だったのかなっていう感じがします。えっと実際にそのマッカーサーの声明の英文がこちらあのちょっと切り取ってありますけれども、先ほど。 述べたと同じような内容になっています。で、えまあこういうあの時代背景の中で、えー、まああの1948年調査というものが進められていったわけですけれども、えー、この 調査というのは学術的な意義というのが多くの研究分野において高く評価されています。これが1951年に出た報告書の前の方ですけれども東京大学出版部今の東京大学出版会から出されました東京大学出版部が立ち上がって2冊目の書籍でした。でこのこの報告書というのは 今申しましたように、さまざまな研究分野の出発点になっています。もちろん、リテラシー調査の出発点にもなっていますし。先ほど、前田先生がご紹介いただいた。ランダム・サンプリングによる社会調査、特に内閣支持率の調査とかですね。選挙予測の調査の出発点だと言われています。さらにですね、これから読み書き能力調査の問題を、皆様にちょっとご覧いただきますけれども。 それからそのデータが、まあ、ほぼ今のコンピューターに近いようなもので処理されたということで、大学入試センター試験等の大規模学力テストの出発点だとも言われています、大学入試センターを立ち上げた平田野先生なんかが、実際にこの読み書き能力調査に参加されて、えー、その経験が非常に生かされているということです。えー、日本におけるる社会言語学の出発点でもあるし ご調査をしたり新聞におけるですね語彙調査、用語用字調査をして問題を作成したということでは、コーパス言語学の出発点かもしれない、それから国立高校研究所の出発点でもあるということですけれども、先ほどの前田先生のお話に、えー、出てきた林千京先生、それからあの国立高校研究所の創立期に活躍された柴田先生、まあ、同じ釜の飯を食って、ですねあのこの1948年の調査を推進していたと。 いうことになります。で、えー、この報告書1951年報告書はですね。先ほど申しましたように、日本人の読み書き能力は極めて高く、世界トップクラスという常識のあ、科学的根拠とされてきたんですけれども、もそれについてちょっと考えてみたいと思います。まず、あの実際の問題を見てみたいと思います。えっ、ー、と大きさはですね。ほぼ b4 番横で問題用紙は6枚ありました。 で文字はですね活字ではないんです、あのちょっと手書きでえ、しかし印刷されたものでした。じゃあ、問題用紙の1枚目を見ていきたいと思いますけれども、1枚目は、ですね試験官が読み上げた言葉をえっを、と、ひらがなとカタカナで書く、まずあのひらがなの方は、例えば、桜というふうに試験官が言ったら、桜とひらがなで書く、アメリカというふうに試験官が言ったら、あのアメリカとカタカナで書く。 2問目も書き取りなんですけれども、これはアラビア数字の書き取り、こちら側は関数字の書き取りということで、で3問目以降がかなり選択肢の問題、選択肢の問題がたくさん出ています。例えばですね、試験官が頭と言ったら、この頭に丸をつけてくださいというふうな形になっています。で、この問題をよく見ますと、例えば3キロというふうに言うと、この3キロ。 キロが読めなくても3が読めれば多分正解できるんじゃないかと思うんですけれども、えこういう問題も出ています。で、えー、どういう結果が得られたかということですけれども、1951年報告書にはですね、クロス集計表、まあ、数表があの多く出ていますが、グラフはほとんどないんです。で、そのクロス集計表もですね、属性間の ものが全部モーラー的に掲載されてるわけではなくて、男女別の表が欠けていたりとか、いろいろな形になってます。で、実際のそのクロス集計表の一部をここにお見せしたいと思うんですけれども、これはあのここに特典と書いてありますよね、あの90点満点でした、問題は90問出されて、1問1点、で漢字の書き取りなんかは結構難しい、履歴書なんていうのも出たんですけれども。 えまあそれに選択式も書き取りも,もう同じ1問1点で採点してます、ここが90点満点、それで0点の人もいますので、0点の人がここで、90点と0点はちょっと特別になっていて、あとは5点刻みでこういうふうに結果が並んでいて、こちらは年齢です、年齢、それから支部と軍部と全国とかっていう地域も、こう、ロス集計されています。で あのこの報告書ではですね、リテラシーを持つ人は90点満点の人というふうに定義しています。それから、非識字者の人は0点の人だというふうに定義していますえ。ここら辺についてちょっと考えてみたいと思うんですけれども、この数表だけだとちょっと分かりにくいので、えー、と横軸がですね、得点の10点刻みで、えー、と横軸を、えー、と刻みを入れて、えー、で、 全体の何パーセントの人がその得点を取ったかっていうグラフを作ってみました、いわゆる得点分布です。で全体が1万6820人のデータが集まっていますが、まあ、これはあの多くの学術論文に書かれている通り、J 字型の分布をしています、つまり高得点の人が多いということですけれども、まあ、あの低得点の人もそこそこいるということです。と やっぱり1948年当時年齢が高かった人60歳代なんかの人は低得点の人が0点から9点というのが25%で逆にその満点近い80点か90点も25%ということで分布は U 字型の分布をしていると言われていますであのこういう結果からですね報告書が結論として何を 明記しているかということなんですけれども、えー、結論として提案が明記されているんですで、こちらはあの、えっと、国立高校研究所からその提案のところ報告書全体の画像が見ることができますけれども報告書に429ページに書かれていることを読み上げたいと思います提案日本では義務教育がよく普及し就学率も極めて高く 国民教育のために払った努力も従来極めて大きなものであったこのために全く字の読み書きができないというものは極めて少ないのであるがそれにもかかわらず正常な社会生活を営むのにどうしても必要な文字言語を理解する能力は決して高いとは言えないリテラシーを持つと言えるものは6.2%に過ぎないこういうふうに書かれているわけです。 でえー、もう1回、その得点の全体のデータを見てみたいと思いますけれども、えーっとまあ、問題が90問出され、すべて1問1点で採点された、つまり、正答数が得点になってます、でここ、えーっと、90点満点の人が全体で4.4%、それから得点ゼロだった人、これはあの非識字者と定義されているわけですけれども、 え0点の質は1.7パーセント。まあこういうあの数字があのよく論文に引用されています。ではこれからあの謎についてえ時間の許す限り考えていきたいと思いますけれども、まず一番大きなあの謎としては日本人の読み書き能力に関する常識に科学的なデータの根拠はあるんでしょうかということです。えー、非識字社 ゼロ点の人の人割合は確かに少ないでしたえしかし、えー、と報告書にはですねリテラシーを持つとみなせる識字者90点満点の人の割合は4.4%でしかない、えー、と不注意などによる失点を考慮して割合を補正した,したとしても6.2%つまり正常な社会生活を営むのにどうしても必要な文字言語を理解する能力は 決して高いいいとは言えなないいうのが結論なんですこの調査の結論で報告書にそういうふうに書かれているんですけれども、えー、っとなぜか日本人の読み書き能力は極めて高く世界トップクラスだという常識の科学的な根拠だというふうにこれまではされてきました。 でその常識の妥当性について、今後、まあ、専門分野の異なる研究者が協力しながら、多様な観点から慎重に検討する必要があるのではないかと思いますすでに先行研究ではです、ねえっと、常識に対する疑問があの提示されています、勝岡先生、川島先生、茅島先生、佐藤先生、角先生などの論文で、えっとまあ、提示されていますけれども。 そういうことをちょっと参考にしながらいろいろもっと調べていく必要があるのではないかと思います。で、報告書にはですね、1951年の報告書には、日本の非意識事実は世界の各国に比べて、恐らく極めて低いと書いてあるんですけれども、これはのそもそもですね、1948年のそのデータをもって世界各国と比較するということが、 まあ難しいとなぜかというとテスト問題って難しい問題を出せば得点下がりますし簡単な問題を出せば得点上がります。でえっと日本語の場合漢字とかひらがなの問題も出てきますので世界各国で、うん、比較するとなると、まあ、ど,どうしても OECD のピサのような形になるんですけれどもうちょっとあのピ i の問題と ここの19の1948年問題は全然本質的に違ううとということがありますそれからです、ね、読み書き能力があるとは言えない人でも、0点にはならない可能性が十分あったんじゃないかと、先ほど実際に問題を見ていただきましたけれども、アラビア数字とか関数字の選択式の簡単な問題も出題されています。それから問題の7割以上が まあ90問のうち65問が選択式問題なんですねえそうしますと4問か5問当てずっぽで丸つけとけば1点取れる。で、えー、非識字者は0点の人っていうふうに定義してますので、えー、実は0点を取るのはなかなか難しい <laughs> そんな状況にあったつまり読み書き能力があるとは言えない人でも0点にはならない可能性が十分にあったんじゃないかということです。 でそれに関係することですけれども、じゃあ、得点ゼロの人ってどんな人たちだったのかって見ますと、大部分が博士回答の人たちだったんです。えー、報告書はですね得点ゼロの人を無反応、つまり博士回答の人と、博士回答じゃない、なんかあの答えたんだけれども、ゼロ点だった人に区分して分析しています。で白紙回答のの人人は万人のうち、えーと で白紙回答ではないけれども、正ゼ0だった人が0.1%、合わせて1.7%、さっきの数表に1.7%が0点の人って出てましたけれども、その1.7%との内訳はこうなっていて、えー、得点0の人っていうのは、1万6820人のうち293人いたんですけれども、そのうちの262人、もう90%の人が白紙回答だ。 で、博、え、士、ー、回答の人の中には選択式問題において自信が持てない場合に当て推量などはしないであのもうそのまま提出したという人もいるようです、いろいろあの聞くところによりますとそんな当てずっぽうで、えー、と得点を取るのは日本人として潔くないんだというふうに当時に思った人もいたようなんですけれども。 まああのそれから調査そのものへの反発とか批判的意識を持っていた人も少なからでいたようなんですけれどもえその人たちの回答態度が仮に確信度の低い場合でも選択式問題に回答しようというふうに変化したならば0点ではなくなる可能性が非常に高いということです。それからリテラシーを持つとみなせる識字者は 90点満点の人だというふうに報告書には定義されているんですけれどもこれはなぜなんだろうなというふうに思いますう私はこの90問実際に問題を解いてみたところ1問間違えましたた89点だったんですでこの定義だとですね私はリテラシーがないということになってしまうんですけど問題の中身私が間違えた問題はこうでした。組合に対する 何とかの方針が決まった、はい、選択肢が政府、事情講和計画で非常にあの悩んだんですけれども私は組合に対する講和の方針が決まったを選んでツでした、えーっと。政党は組合に対する政府の方針が決まったということで今の,あの時代から見るとです、ね、組合活動に対して政府が何かあのコメントするとか。 そんなちょっとあの不思議な感じがするんですけれども、当時、1948年当時の GHQ は組合運動を民主化の一環として、ですねいろいろ後押ししてたということもありまして、組合と政府の関係っていうのが、あの当時の人たちのお、ま、認識の中にあったということを考えると、まあ、これが政党ということのようです。しかしかですね えと識字者は90点満点の人と定義であまりにも記事が厳しいんじゃないかというふうに思いますうー、まあ、あの不注意による失点を考慮して若干あの補正をかけているんですけれどもそれでも6.6%っていうふうに先ほど申しましたリテラシーがあるとみなせる人は6.6%しかいないというふうに、えー、だけどこれちょっと厳しいかなという感じがします それから、ですねあのこの調査に実際に参加されたあの研究者の人たちがその後、ですねちょっと記憶違いではないかとか解釈がちょっとあの報告書に書いてあることとは違うんじゃないかということを多くの、まあ、有名な先生方があの本に書いたりとか発言なさったりしています。 それはどうしてなのかなということで、まあ、ここはあの近代史先生の話を載せてありますけれども、まあ、他にもそういうことがありました。えっとまあ、ここら辺はいろいろ記憶違いがあったのではないかなというふうに思ったりもしますけれども今日はあ,のあまりえとまたあの別の機会に取り上げたいと思います。なぜ こういうふうにその報告書に書かれている結論とそれからあの私たちが今常識として持っているうまあ感覚とがですねかけ離れているのかで私たちが今常識として持っているその常識の科学的根拠とされているこの報告書に書いてあることはまあ はっきり言うと真逆なことがちょっと書かれていたりするのになぜそれがあの学術論文なんかにえと引用されないというか明記されていかないのかということですけれども要するにあの原本を読んだだ研究者が少ないといいとととうことだと思います、えー、なのでオープンサイエンスの推進が重要だと思います。 えー、この日本人の読み書き能力、1951年の,あの報告書っていうのは、えー、っと多くが、ね、国立大学なんかの図書館なんかに保管、えー、されています。なかなかあの古本屋さん探しても今、出てないんですけれども、えー、そうしますとです、ねえーその、なかなかあのその本の現物を見に行くということも、ちょっと手間がかかったりしますので、えー、現物を見ないと。 それからあのこの報告書自体がです、ね、かなり分厚いものでして、でかなりあの難しい書き方をしている部分もありますので、読みづらいっていうところもあるかもしれません。しかし、やっぱりその結論に何が書いてあるかぐらいはあの、確認、自分の目で確認してみないといけないのではないかなと思います。 誰かその学会の有名な先生がですねこの報告書にはこう,こう書いてあって、えー、と非常にその日本人の非識字率は低いので、えー、まあ読み書き能力は世界トップレベルだという中の論文にちょっとそういうことを書かれたとすると、えー、多くの研究者がそれをまあ鵜呑みにするというか孫引きしてしまってどんどんあの引き移していく。えー原点を見てない でもそれはあの攻められないことだったと思います。これまではやっぱり原本にアクセスするのが難しかったというところがあったので、それはあのどんどん電子化していって、えー、公開していくというふうなあ必要性があるのではないかと思います。えっ、ー、と国立公共研究所からはもうえっと CC BY in on モトさえ示していただければ改変してもお商業利用しても自由という非常にあの。 えと著作権関係の縛りがない形で、皆さんに自由に使っていただくような形でえ公開していますので、こちら側の方を見ていただければ、グーグルでえっと日本人の読み書き能力っていうのを検索していただくと、すぐにその国立高校研究所の,この画像が見られるページに、一番上あたり、検索結果の一番上あたりに出てきますので、そこら辺を見ていただければと思います。 先ほどその自由に使っていただいていいんですよと、引用元さえ示していただければ自由に使っていいんですよというのは、このクリエイティブ・コモンズ・ライセンスはすべて CC バイという、一番あの自由な形にしております。あと少し時間残り時間ですけれども この1948年調査、それでその報告書が1951年に出版されて、その後どうなったかということなんですけれども、えー、この1951年に出された報告書には、ですね経年調査が、えー、こういう調査は、あ日本人の,のみ読み書き能力、リテラシーを測定する調査は、一回こっきりじゃなくてあ、繰り返した方がいいですよっていうふうに書いてあるんですね。 でえーまあ、それを受けるような形で、えー、文部省が、えー、1954年から1956年かけて、えー、文部省があの主体となって、まあ、国語化ですけれども主体となって国民の読み書き能力調査というのを行いましたで、えー、その調査メンバーというのは先ほどお紹介しました柴田拓先生とか、えー、1948年調査に参加した野本喜子さんとか それから統計数理研究所の橋地区先生、えー、同じメンバーが参加してるんですけどもう、その調査というのは全国調査ではなかったんですう。関東地区と東北地区だけ、地域は。それから年齢層がまた非常に限られていまして、えー、15歳から24歳、若い年齢層ということで、まあ、地域と年齢層が限定されてるということで、まあ、あのなんというか、 学術研究としてはやっぱり1948年の全国調査それから年齢層も広く取ったそれからランダムサンプリングの全国規模でのランダムサンプリングの先駆けとなったそちらの方がやっぱり重きを置かれているかと思います。さらに国立国語研究所ではですね国語力観国語力っていうのはどういうイメージなのか。 言語生活力っていうのはどういうイメージなのかということを、まあ、社会調査で調べた2006年ぐらいにそういう調査を行いまして報告書を出していますさらに最近はですねあの国立高校研究所の野山弘さんなんかがあの夜間中学における読み書きの教育活動、まあ、援助の活動なんかを展開していまして。 調査全国実施目指す19 1948年以来学び直し促進へとかっていうふうなことでいろいろなあの新聞記事にも取り上げられているところです。あとはあの、えー、と今日のパワーポイントはそのうち公開されると思いますけれどもいろいろ実際の問題のほかの,の例とかですねそれからこの調査に参加した、えーと ペルゼル、ゼそれからエドミストンというその人たちの紹介とかあのそういうことを書いていますと今日はあのここまでにいたしますどうもありがとうございました。